コインイン。ちょっと光るな、昼間やるとね、ゲーム。光るなやっぱり。ちょっとこっちの方がいいのか。しょうがないか、多少は。あ、下か。真っ暗でやる方がいいね、3DS は。ちょっと光るな。どうぞ。つかこっちはいけないな。ここはすり抜けられるんですよね。ここすれ抜けたっけな、すれ抜けられたな。はい、3名。ここでファイヤー取れた気がする。で、これファイヤーじゃなかったっけ、違ったっけ。ちょっと動きが速くなったな。あ、こっちか。あ、クリアしちゃった。3名えらい簡単やったな。抜ける壁よく見とけよ。ちょっと広くなったんか。あんまりあれするとな。あ、あった。ファイヤー来た。ごめん。これどうやって、あれ、アイテム切り替えするんやろ。あー、やられた。アイテムの切り替えどうやってやるの、これ。セレクトかスタートやろな。
ちょっと待って。ファイヤーどうやって切り替えんのこれ。ああ、やられた。なくなってまうで、ファイヤー。うわ、むついな、この面。ぐらいかもしれませんね、皆さんね。光っててやっぱ夜やった方がいいな、エドリーレースは。光ってまうよな、どうしても。真っ暗な、今暗闇でやる方がいいですね、DS はね。抜ける壁よく見とけよ。倒せないんか。倒せないっぽい。どうやって入るん、ここ。この下か。斜め。もうファイヤーなくなってもてんちゃうのこれ。ああ、なくなってもてるやん、ファイヤー。この面出るかな。なくなってもた意味ないねんな。出ないかな。出てくれたらいいんやけどな。出ないかな。あ、爆弾か。ファイヤーじゃないんか。瞬間移動する敵おるんな。
抜ける壁よく見とけよ。あ、やられた。そこ、飛ぶ道具ってくんのか。あれ、スタートウェイしたけどコンティニューできなかったやん。あ、でもコンティニューしてもしょうがないか。もうあれやもんな。ファイヤーなくなってたからな。ちょっとこれ、やめます。やっぱ真っ暗闇の中でやった方がいいね。ちょっと見えにくいっすよね。これでやるとね。はい。じゃあ今日は終わりにしてます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録お願いします。はい、ちょっと見るですね。まずノルマがね、このドラゴンを倒すというところなんですけど、はい、結構これがな、ちょっとね、これここ、はい、アイテムについて、はい、ランタン、効果100秒、ハイドモード時の、索敵範囲アップ、タイムストップ20秒、敵の動きを止める、地図、停止時に宝箱の位置を表示、スピードアップ、自動速度、磁気速度、移動速度アップね。ファイヤー20発、あ、20発なんや。炎による攻撃で敵を倒すことができる。爆弾4発。フロア全体の敵にファイヤー1発分のため。フロア全体か。壁抜け100秒。ハイドモード時に通常の壁を抜けることができる。ワープ。フロアをスキップする。ソーマの秘宝。はい。アイテムの出し方。はい。ボスフロアを除く各フロアでは一定時間経過するとアイテムが出現する。ああ、それはね、うん、そうみたいですね。出現時間は各フロアとに異なるが、宝箱のコインを取ることでその時間を早めることが可能。まだあるんやな、これ。あ、これか、強敵ドラゴン。フロア10、20、30、40と10のフロアごとに出現する強敵ドラゴンを倒すとエンディングへの近道となる重要なアイテムを取ることができる。そのドラゴンを倒す方法だが、通常のパンチでは倒すことができない。必ずファイヤーを持ってボスのいるフォロワーに入るのだ。そうなんやね。ファイヤー持ってないとあかんのか。とりあえずノルマさんがね、ファイヤーを持ってドラゴンを倒せっていうことになってるんで、10面なんですね。結構先ですね。で、このノルマがこれですよね。ドラゴン倒すですよね。大型キャラドラゴンを倒す。とあるフロアに潜むドラゴンを倒すにはファイヤーが必須。ファイヤーの残数をに注意して、ドラゴンのいるフロアに突入しよう。ドラゴン何発ぐらいで倒せるのかちょっとね、わからないんですけど、一発で倒せるならね、一発持ってればいいんでしょうけど、何発かわかんないね。できればフルで持っときたいですね。うん、使わずに。はい。いらっしゃい。うん、やっぱりこの声聞いたことあるな。おっさん、僕のこと前から言ってたりせえへん。すまないけど、意味がわからないな。動揺してんの何なんやろ。はい。よし、やるか。ちょっとね、一応ね、コンティニューができるんで、
コンティニュー。ちょっと待ってよ。ごめんなさい。ちょっとごめんなさいね。ちょっと今攻略サイトを開いてますけど、コンティニューは下と A ですね。で、メインセレクトもできるらしいんですけど、自宅のみって書いてあるな。メインセレクトは。そうか。じゃあやってみましょうか。下と A ですね、コンティニュー。はい。さっき昼間やったときは、ちょっとね、昼間とか夕方でやったときはね、光ってて見にくかったと思うんですけど、やっぱ真っ暗の方がいいですね、このゲームやるのはね。うん。はい。まあ、一面は簡単ですよね。はい。ここ行けるね。はい。ここも行けると。あら、開けない。フロア4やったかな。ファイヤー出てくるのはね。これね、この状態だと無敵なんですよね。はい。これをうまく利用して、あれですよね。あの、ファイヤーをね、取ったときはなるべくね、ファイヤー使わないようにすればいいかなっていう感じですよね。うん。敵を倒すとね、あの、ファイヤー持ってるときは使っちゃうんで。パンチだもんね。パンチを何回も使えるから、はい、速くなるんですよね、これ。こっちか回らないかのか。はい、次の面でファイヤー出ますよね。はい。4面でファイヤー取ってから20発のファイヤーをなるべく使わないように上面まで行かなきゃいけないってことですよね。はい。この面じゃないか、5面やったっけ出てくんの。ファイヤー出てくんの。はい。ちょっと気絶させることができるんですね、一時期。一時。この面やったっけファイヤー出るの。だからね、んどっからか出られないのかこれ。いけないか。回るしかないんか。ん、この辺じゃなかったっけファイヤー。違ったっけ。違うか。ごめんか、ファイヤー出るの。じゃあ、いや、クリアしちゃうか。あ、出た出た、よかった。出ました出ました。あー、しまった。これ、やられた。クソ、出たのにやられてもうたやん。あ、でも残ってるんや、出てるのは。はい。これ取ったらもう攻撃できなくなるんで、敵がいるときは透明になるしかないですね。うん、攻撃できないというかね、ファイヤー使うことになるから、20発もね、なるべく温存していきたいと思うんで、上面まで。あ、使っちゃったやん、おい、一発。A ボタンやったな、間違えた。ボタン間違えた。はい。
よし、逃げていった。なるべく遭遇しない方がいいんでね、敵とは。あ、しまった。敵いないのに使ってもうたやん。もったいないことしてもうたな。2発使ってもうたんやな。残機増えてる。ここあるね。あれ、時間のあれか。なんかアイテムや。スライム邪魔やな。これ時間もあるもんね、このゲーム。タイムもありますからね。よし、行ってくれた。あれ、おお、やばいやばいやばい、あぶね。あれ、ああ、そっか。しっかりいけるんか。時間が止まるよね。はい、こっから出るの。ここか。まだあるか。まだあるん。どこや。あ、あれか。あ、じゃあこっから入りゃいいんや。もう一回場所見して。ここや。はい。あ、ちょっと待って、ファイヤーなくなってもてんじゃん、アイテム取ったから。あー、しまった。何しとんねん。アイテム取ったらあかんねんや、ファイヤー取ったら。しもたなー、やり直しやな、これ。何しとんねん。終わる。しまった。何してんねん。終了しますか。やり直しや。そう、ファイヤー取っ、ファイヤー取ったら他のアイテム取ったらあかんねん。何してんねん、俺。流されるように取ってもうたかな。いや、結構難しいな、このゲーム。これは取ってもいいな。10面のドラゴン出てくるとこまでは持たさなあかんねんな。ファイヤー取った状態を維持しないかんねん。40回まである、あるらしいね、これ。このゲーム40回っていうか。うん、アイテム出たな。
簡単、簡単に終わった。4面ここで取れるんですね。ファイヤー、ファイヤー取ったらもう絶対にあの他のアイテムは取らないっていうことを意識しなきゃいけなくなる。アイテム出るの待たないかんねんな、とりあえず。コウモリずっと止まってんねんな。長いな。出ないな、ファイヤー。見せて。あれ、ここ出ない。宝箱ちゃうわ。ファイヤー出ないやん。あ、出た出た、やっと出た。よし、これで OK。 これでもうここから、ここやったっけこれ。あれ、こっち、こっちか。いけないのか、こっちから。取るでしょ。で、あと1個取ればいいと。ここ入れんの？でも敵いるからな、厄介やな。あー、しまった、使ってもうた、もったいな。 B を使えて、 A の B を押してもうたやん。一発使ってもうたな。20発か。結構な。結構、温存せないかんねな。20発使うのはもったいないから。はい。あそこか。こいつ追いかけてくる敵ではないそうな感じやけど。なるべく当たらないようにして。あれ？あれ？違った？こと？あれ？ここじゃなかった？あ、違ったんや。こっちか。追いかけてくるねんな。そうそう、厄介ねこいつ。あー、来よった。あー、に違うところ行ってた。あ、うわー、使うしかなかった。あー、やられた。隠れてるところにな、来られたらな。ああ、あれか、上のあれか。フルーツはいいねんな、取って。はい、やった。そうそう、透明をうまいこと使ってね。
か下か、ほら困るな。来よった。今、危ねえ、危なかった。あれ取ったらあかんね、時計はな。時計は取ったらあかん。あれか、これこっから入れるんやったっけ。あー、ここか。そっか、取ってまうねんな、このパターンやったら。消さないんか、あれ消えないのか。怖い。もう一回場所見して。ちょっと待って、透明なりゃいいのか。あれ取りたなかったら透明なりゃ取らんじゃすまんか。あ、透明ならいいねんな。はい、八面付き。宝箱の場所覚えとけよ。うわ、飛び箱つきおる。多いか。なんか突然出てくる魔法使いっていうのはあれもドラゴン等でもよくありがちなね、あれですよね。やばい。怖っ。2体もおんねんな、しかも魔法使い。あ、こっちか。うわ、そうか、こいつ持ってきおるんかい。宝箱の場所覚えとけよ。爆弾取ったらあかんねんな、ほんで。あ、そこ取ってんのこれ。あれか、倒すしかないわ。うわ、来た。なんとか倒した。次9面ですね。盾持ったやつがいるな。倒すしかないねんな。あのこれアイテム取ったらあかんから。あー、やばい。透明になるしかないってことやな、あいつ超えるには。倒すしかないな。倒すしかないわ。これ。向こう側どうやって行くんやこれ。いや、生き返った。回るしかないんか、こっちか。魔法使いはいないからいいですね。一個取れる、ここで。おい、クリアできた。よし。次が10面で。ドラゴンが出てきますね。あ、違うわ。次が鏡面か。この次がドラゴンか。よし、貫通した。はい。あれ取ったらあかんな。あ、クリアできた。早くクリアできたな、ここは。はい、次がドラゴンですね。10面。ボス戦の面ってどんな感じなんやろ。
なんかおるで。ああ、これか。一発で倒せるのかどうかもわからんし。ああ、一発じゃないんや。何発か当てなあかんの。そりゃむずいな。これドラゴンか。やばい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 。あー、そういうことか。うわー、きついなこれ。うわ、むずいわ。一発じゃないのかい。これこっから狙うとかはできないの。あ、無理か。壁からも狙えないのか。マジで。めちゃめちゃ難しいやんか。うわ、くる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 。うわ、マジか、おい。無理やって。ちょっと待って。なんやそれ。コンテにでけへんやん。なんで？コンテにしたとえちゃうんかい。いやー、これはちょっとなー、やってられんな。ちょっとこれ自宅でやろう、自宅で。応援を頼まなあかんやつちゃうの。順平に頼んでみる。お願いしよう。うん、よっしゃ、早速行くで。いけるいける。よし、ここで任せて。頼むで順平。これであのやらなくて済むんですよ。自分でやってもらえるんですよね。難しいと思ったらね。うまいな。まあそらそうか、見本やから。ああ、なるほど、透明になったりして。うまい。3発か。ノルマ達成。はい、すいません、ちょっとせこいですけど、これでノルマ達成させてもらいました。はい、まあ救済処置ですね。うわ、順平やった。まだ序盤ですからね、楽勝です。感じ悪いな。まあええか。これでドラゴン倒せたな。ノルマ4、フロア30倒達。そんなに。さっきのドラゴンやっつけたのは10面目やったで。30面まで行くのしんどいわ。けど頑張って30面まで行ったら秘宝にたどり着けるんかもしれんな。30面かい。これドラゴン出してアイテム取る。15フロアへワープでしょう。30はちょっと長すぎるやろ。コンティニューコマンド、はい、ゲームオーバー画面中に下を押しながら A を入力する。ゲームオーバーのあったフロアの最初から再開できる。自宅で遊べるゲーファイン版のみ使用可能。はい、はい、フロア30到達。中盤の山場となるフロア30を目指して頑張ろう。
どこかで出現するアイテムをワープを取ればクリアがぐっと近くなる。ワープか。ね、フロア10、20、30、40のドラゴンを倒してアイテムを取ると15フロア先へワープ。だから10面のドラゴン倒せばいいってことか。えらい先やな。これでも面スレもできるんですよね。ウェット A やってみるか。面スレで上と A。 あ、ほんまや。いきなり3畳目。これボスなん？ノルマ達成、お見事。ちょっとせこいけど、これで成功ですわ。